A. プラキシネスコープメイドバイエルンスト・プランクオブン・ランバーグジャーマニーアンド・パワードバイ A. ミニュチュア・ホットエア・エンジン It is now in the collection of センクタンクバーミンガム・サイエンス・ミュージアムプラキシノスコーププラキシノスコープは回転覗きへの進化したアニメーション機器の一種である1877年フランスのエミール・レーノーが発明したゾートロープと同様 円筒の内側に少しずつ変化する絵を並べて描き、円筒を回転させる。ゾートロープが円筒に開けられたスリットから反対側の内側を覗く形式だったのに対して、プラキシノスコープは回転軸を鏡で囲い、その鏡に反射して映る絵を見る形態であった。円筒を回転させると、鏡に映る絵が次々に入れ替わり、あたかも動いているかのように見える。 像トロープに比較すると像が明るく、歪みが小さい。1889年、霊能はテアトルオプティークという投射式のプラキシノスコープを開発し、より長い映像をスクリーンに映し出せるようにした。これを使って彼は、手書きのカートゥーンのアニメーションを監修に見せる工業を行ったが、ルミエール兄弟のシネマトグラフに人気を奪われることとなった。名称の由来は、 ギリシア語で、アクションビューワーという意味である、ありがとうございます。